伊達総明、伊達総明、3月6日から1969年11月29日は日本の家族、政治家、実業家。貴族院公爵議員。宇和島伊達家11代当主。旧宇和島藩主伊達家11代当主。伊達則隆の三男。母は、北条氏治幸の娘、智子。養父は、公爵、伊達総鎮。妻は、 松平慶民の娘、美智子。子に、伊達隆司令、伊達宗忠、葛城元子、渡辺淳子。十三代当主は、葬綾の子の伊達宗信署名は明。田。1909年、叔父である、伊達宗鎮の養子となる。養父の死去に伴い1923年3月10日、家督を相続し公爵を執職。家督の相続に伴い、 1925年3月14日、名前を、総明に改めた。1927年、東京帝国大学法学部を卒業し、大倉省に入省する。また、斉藤みのる内閣では、新井善太郎や入間の竹浦二人と共に、内閣総理大臣秘書官の一人として活躍した。1935年3月5日、 満三十歳に達式族院公爵議員に就任。その後、大倉事務官、大倉省広島財務局長などに就任した。家族ということで、部下は初はめ緊張したが、至って庶民的で部下思いの穏やかな人柄に、皆たちまち魅了されたという。1945年8月6日、原爆投下の日は、たまたま在局しておらず直撃の難を逃れ。 直後に庁舎に駆けつけて、職員の救護に当たった。この時、外傷の少ない元気なものを指揮して様々な活動を行ったが、元気に見えたものが突然鼻血を出して死んでいくのを見て、後年、原爆のことをよく知らなかった。気の毒なことをしたということを書き残している。ゾウリバキで髪を振り乱し、部下の切り傷やけどの手当看病から、遺体の遺草。 そして木材を集めて仮装まで自ら行ったことについて部下はこのような局長が他にいただろうかと感謝している昭和42年この時の部下の手記を集めた原爆の木を自費出版したがこれは部数も少なかったため生き残った旧部からが昭和55年に新しい手記と立て局長の思い出の木を加えて再販した 1957年に日本武道産銀行常務取締役、1964年に清水建設相談役などに就任した。1949年には宇和島城を宇和島市に寄付している。64歳で没すると家督は着難、僧霊が継いだ。死因は心筋梗塞。ありがとうございます。